どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラスト使いの X マッチにおけるミラー対策となります。 X マッチ始まりましたね。今作の X マッチは開始とともにマッチングシステムの改善が行われたということで気になるところです。公式から正式なアナウンスがあったわけではないですが、一つの武器を使用すると相手に似たような武器が来ることが多くなりました。俗に言うミラーマッチですね。バンカラマッチでは以前のようなマッチングなので、 X マッチは特別な感じがします。そこで今回は X マッチがミラーマッチなのではないかという想定のもと、よく出くわす武器をもとに対策をまとめます。正直バンカラマッチよりも戦いやすく、マッチングにおいてはストレスが減っているのでありがたいところです。今回はあくまで同じ役割の相手に対してだけの対策となるので、他の敵を想定せず話していきたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。それではミラーマッチの武器から考えていきたいと思います。前回の動画でもちょっと触れましたが、ミラー武器はこちらです。バレルスピナー、ハイドラント、クーゲルシュライバー、ドライストリンガーとなります。こちらの武器は必ずと言っていいほどマッチングしますので、押さえておきたいところです。トラストよりも射程が短いので勝てそうですが、弾の圧力が高い武器が多いので油断できないです。武器構成によっては対応が難しい武器なので、何もできずに終わることも多々出てきます。とにかくこちらの切り力が試されますね。また射程だけで言えばリッターが相手に来そうですが、マッチング的に合うことが減ったので違う枠だと思います。個人的な考えですが、この枠の武器は基本接近戦で舐められがちな武器のように感じます。前衛の無謀な突によるデス率が高いと思います。自分だけでなく味方の事故率が高くなる武器なので注意が必要です。そのため味方のカバー速度を上げないとダメですし、切り力の精度も上げていきながら対策を考える必要があると思います。それでは各武器についてできるだけ対策を考えていきたいと思います。まずはバレルスピナーから対策を練っていきます。正直この4種類の中で一番相手にしたくない相手です。理由は後ほど。まずメインの性能についてですが、バレルスピナーはチャージする時間があるので対面しやすそうに感じますが、実は弓とチャージ時間は変わりありません。正確には弓の方がちょっとだけ早いんですが、フルチャージで37発ほどインクを飛ばせるため圧倒的にメインが強いです。さらに今作になってからキルが異常に早いように感じます。狙われたらやられることが多いくらいですね。同じチャージ時間を使う武器として考えてみると、トラストが不利なのがよくわかると思います。続いてサブスペですが、スプリンクラーとホップソナーです。塗りと邪魔に特化した組み合わせですが、これはギア次第で脅威の度合いが変わります。個人的には耐物アップをつけているので脅威ではありません。むしろスペを封じれるのでメインで勝てれば押し切れます。ではメインとサブを確認したので対策に行きます。基本的には射程外で戦うというふうになります。これは他のスピナーでも言えることですが、理由はキル速の速さです。こちらの位置角が取れなければ高確率でカウンターを食らってやられちゃうんですよね。そのため外すことは許されません。またスピナー氏は人速を多めにつけていることが多いので、離れていたとしても近づきながら詰めてきます。案外射程外を維持するのが大変なんですよね。ですが射程外であれば位置角を外しても2発目で仕留めれる可能性が出てきます。これで相手は近づいてきても対応が可能となるわけです。ちなみに射程外は試し撃ち上の1メモリくらいの差となります。距離を維持するために後ろに下がりながら攻撃をしていくのがいいと思います。続いてはハイドラントの対策です。4つの中では火力が高い武器になります。自分が処理できないと一方的にやられる武器だと思います。まずメインの性能についてですが、射程は 4.8 と弓に続いて長いです。この射程は試し撃ち上ですね。バレルよりも遠くに飛ばせます。
さらにメインのダメージがフルチャージ40と高く、油断していると一瞬で消されます。ほんと火力が厄介です。IT インクを踏んでいると2発で消し飛びますからね。ただチャージ時間がトラストの2倍ほどかかるので、チャージが終わる前に2発打ち込んで倒したいところとなります。続いてサブスペですが、ロボットボムとナイス玉です。正直対策ができないので厄介です。特にナイス玉は壊せません。こうなってくると、とにかく事故らないことが大事なので、早めに避けることを意識するといいかと思います。特にナイス玉は思ったよりも早いですからね。高台にいるときなどは注意が必要です。ではメインとサブを確認したので対策に行きます。基本的にはバレルスピナーと同じ動き方で大丈夫です。ただしハイドラは砲台になることが多いので、ポジションが重要となります。とにかくハイドラにポジションを取らせないように、徹底的に邪魔をするのがいいです。ただし邪魔はメインとスペです。理由は安全圏からの攻撃が可能という点です。ポイズンを投げたい気持ちもありますが、射程が短いため難しいんですよね。遮蔽物があってポイズンを投げる範囲まで近づけれたのであればいいですが、ポイズンのためだけに近づきたくはないというところは正直なところです。とにかくハイドラがいる試合は前衛が突ってデスする可能性が高いので、バレルの時以上に邪魔かキルが要求されます。しっかりハイドラの位置を抑えてポジションに立たせないようにしましょう。それが一番の対策です。スペとサブに関しては、頑張って避けましょう。続いてはクーゲルシュライバーの対策です。実は遭遇率が低い武器なんですよね。たまたまなのかもしれないですが、僕の場合はほとんどマッチングはしません。ただ他の武器3種類が来ないときは、ほとんどの確率でクーゲルが来ます。まずメインの性能についてですが、チャージ時間はバレルよりもちょい遅めとなっています。ただいつでもチャージができるので、そこまで当てにはならないですね。ダメージも最高30と高いですが、威力減衰で半分まで下がるので、射程内に入らなければ大丈夫そうです。ちなみに射程はハイドラントよりもちょっと短い 4.6 となります。ただし塗りが強い武器なので、足場に気をつけたいところです。続いてサブスペですが、炭酸ボムとジェットパックになります。炭酸ボムに関しては逃げ方に注意したいですね。基本的に炭酸ボムは前に転がります。なので自分たちからすると、前か斜め前に進むように避けるのがいいかと思います。ですが一番注意したいのはジェットパックです。ジェットパックを使用されると射程が一気に不利になります。射程は最大 6.0 とリッターに近いレベルになります。こうなると対面で勝つのは厳しいんですよね。ちなみに弓に関しては 5.2 ほどとなります。無理に倒そうとすると返り討ちに合うスペシャルなので、まずは逃げ道の確保をして逃げるようにしましょう。ではメインとサブを確認したので対策に行きたいと思います。こちらも基本的にはバレルスピナーと同じ対策でいいと思います。安全圏からの攻撃ですね。これに限ります。ですが問題はジェッパの対策です。クーゲル自体は塗りもできて足も速く、高所からの攻撃も可能です。3種類の中ではギアによって足の速い可能性があり、ペア炭酸で抑えができる武器となります。とにかく前に出させないことが一番大事になってきますね。前に出られると圧力で抑え込まれますからね。なのでとにかくメインやスペシャルを使って牽制をして近づけさせないようにしましょう。ポジションを取っているようであれば、そこから離したいのでスペシャルを気にせず使っていって邪魔していきたいところです。あとはスペシャルのところでも言いましたが、相手がジェットパックを使ってきたら、とにかくまずは逃げて反撃をしていきましょう。最後はトライストリンガーの対策です。自分が使っている武器なので皆さんも理解されていると思います。正直読みやすいです。まずメインの性能についてですが、フルチャージは1秒ほどで1角武器となります。爆発矢も最高84ダメージと高ダメージが出ますので、油断しているとやられます。
ただ距離感に関してはこちらが届けば相手も届きますので、先に攻撃を当てることを意識しましょう。なんなら一発撃ったらいつでも逃げれる準備してもいいくらいです。意外と2発目でやられやすいんですよね。続いてサブスペですが、ポイズンミストとメガホンレーザーです。どちらも相手の攻撃を制限できるサブスペとなります。ポイズンに関しては場所を潰されるのでポジションを点々と切り替えるようにしましょう。メガホンに関しては味方に被らないように動くことが大事です。とにかく味方の巻き添えを防ぎましょう。ではメインとサブを確認したので対策に行きます。トラストに関してはとにかく最長射程で先にキルを取ることとポジションに立たせないことです。トラスト相手となると単純な実力勝負になります。いかに最長射程で相手を倒せるかが大事なんですよね。壁裏も攻撃を通せる実力がいりますし、相手のトラストを常に落とせるかが重要です。またポジションに立たせないということも大事です。サブスペの活用にもなりますが、爆発屋で一時的に動きを止めることも可能ですね。とにかく攻撃をさせないようにポジションを邪魔し、常にこちらが高い場所を維持できるようにしていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。トラスト使いの X マッチにおけるミラー対策はいかがでしたでしょうか。ミラーマッチというと個人的には編成事故がバンカラマッチより減って戦いやすくなった印象があります。ただ射程管理が非常に大事になったので相手の武器に合わせてポジションを覚えないといけないのは大変ですね。またスペシャルが有効な武器が多いので足場を整えてしっかりスペシャルを使って貢献したいところです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。